名古屋グランプリは愛知県競馬組合が名古屋競馬場をダート2500メートルで施行する地方競馬の重賞競争である。農林水産省が賞を提供しているため正式名称は農,名は農林水産大臣賞展名古屋グランプリと表記される。副賞は農林水産大臣賞日本中央競馬会理事長賞地方競馬全国協会理事長賞 日本馬橋協会連合会長賞霊賞、日本地方競馬馬所振興協会会長賞、愛知県馬所協会会長賞、愛知県競馬組合管理者賞、開催室務委員長賞。2001年にダートグレード競争として創設。同年に中央、地方全国交流競争から外された東海菊花賞を継承している。コース、距離は、第1回から現在まで変わらず、 名古屋競馬場、ダート2500メートルである。現在行われている、ダートグレード競争では、最長距離。中央勢が、圧倒的有利なレースであり、地方勢は、第1回の三つ脇サイレンス以来優勝がない。連帯も2006年第6回のレッドストーンまで、3着も2007年、第7回のチャンス到来まで特選を強いられていたが、2016年、 第16回で活撃キトキトが久々に検討した。すべて名古屋競馬場ダート2500メートルで試行。R はコースレコードを示す。ありがとうございます。